皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。ベックスコーポレーションの山です。ベックスコーポレーションの山下です。よろしくお願いします。さて、この動画はですね、はい、マネジメントシステムの理解をより深めてもらうために、身近な事例をマネジメントシステムの視点で解説しておりましてですね、はい、まあ、最近は配信時期が年末ということでね、もう、師走でございます。もう師匠も走るぐらい忙しいという中でね、はい、最近は振り返りっていう意味も含めていろいろとお送りさせていただいておりまして、はい、まあ、今回はですね、こちらのテーマで、いきたいなと思っております。それがこちら、ドン、 PDCA サイクルでございます。来ましたね、 PDCA ね、はい、もうこのね、私たちが配信させていただいているものでは本当によく出てくるワードの PDCA サイクルなんですけどね、はい、まあ、これまでも本当に皆様もね、ご存知的な感じで私たち使っていてね、もしかしたら何のこっちゃっていう人もいるかもしれないですけども、まあ、先ほど今ね、山さんからもありましたけど、まあ、年末の振り返りっていうところもあるんでね、改めてもう一回こう深掘りをしていただこうと思ってます。でやっぱり、まあ、そもそもね、この PDCA っていうね、このサイクルというのは、まあ、どういうことなのかっていうところで、まあ、これはね、マネジメントシステム、私たちが、ね、日頃使ってほしい、役立てほしいっていうね、この考え方とやっぱりベストマッチしておりましてね、まあ、本当にこう初期の頃からね、ずっとお伝えさせていただいていると思いますけど、覚えてますっていうにも、普通の授業だったらです、いろんな、ね、方にどうですか、そう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 、どうですかって私はガン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 聞けるんですけど、聞いていくんですけど、まあ、でも配信サービスずっとね、はい、配信するっていうところになりますが、はい、まあ、反応を待たずにもう済んでしまいますけれども、はい、まあ、1個から10個あるうちの、うん、まあ、4個からがですね、この PDCA サイクルという考え方が入っておりまして、はいはい、まあ、それぞれ4個から6個っていうのはプランで、7と8がズームで、9がチェック、で10のアクト、はい、いわゆるもう始まる前に考えるが P、うん、で、実際に始めるのは Do、うん、でやったことを確認して評価するのは C、はい、で、最後の改善につなげていくのが A、はい、これが、まあ、PDCA サイクルの考え方ということですよね。これは本当に古くからずっと使われているものなんですけれどもね、うん、まあ、こういうふうに、まあ、私たちもね、こう気軽に使ってお伝えしていて、まあ、PDCA って言葉はね、皆さん聞いているんですけど、やっぱりいまいちね、実感が湧かない。ね、なんか最近ではね、こう、PDCA はもう古いんじゃないかなんて言われている方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、やっぱりもう一回ね、この PDCA の考え方の良さっていうところをね、まあ、私たちが、まあ、今回ね、まあ、いろんな企業様にセミナーを展開させていただいてますけれども、やっぱりこう今までの認識と違ったよっていうふうに思っていただけるネタとしてね、まあ、この企画要求事項がね、いろいろありますけれども、大項目の要約をね、皆さんにもう一回ね、お伝えさせていただければなと思いますので、本当こう意識、認識をちょっと変えていただけるようなね、形にでね、今日お伝えできればなと思ってます。はい、まあ、ここでね、ついに配信してしまうと、もう実はもうこれ、当社のセミナーのもうつかみとしてね、皆さんに結構提供してたりするものなんですけれども、ね、いいんですね。もういいんです。いや、いいです。もう全然いいんです。実際、こう、で、もう ISO 取得されてる会社さんとかでもお伺いしたときに、やっぱり、ね、ISO って難しいもんだとかさ、こうやっぱアレルギー反応を起こしてる方も結構いらっしゃって、やっぱりそこでね、私より今、ね、まさか言いました、つかみじゃないですけど、うん、認識をこうちょっとね、柔らかくしていただくためにね、展開しているネタがあるんで、まあ、それをね、皆さんにね、まあ、もう展開させていただいて、やっぱり少しでもね、あ、役に立つものなんだなっていうふうに感じていただければ、そこのに私たちは出し惜しみは一切もしませんので、ぜひね、ちょっとここにあげますけど、見ていただけるとね、ありがたいなと思います。はい、ドン、はい、これです。はい、これが、まあ、当社独自の考え方。で、多分世の中にもどこにもないもののね、企画要求一覧っていうところで、これ何かっていうとね、一日の仕事の流れなんていうものをマネジメントシステムの要求事項に置き換えてね、作ってみたんですよ。はい、これどこにもない。ナイス。ぜひ使っていただいても構いませんけど。はい、いいですよ。使っていただいても。ね、はい。なんでこれ山さんね、これを元にね、一日の業務の流れって話してもらいます。はい、ではですね、まあ、まずですね、まあ、会社に到着して、まあ、始業の準備をしますよね、うん、まあ、そこからがまず4個、いや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 、うん、
またね、これ前回もちょいちょいちょいって僕入っちゃったかもしれないはい、と、はい、あのもうちょっと前から一日の仕事ってもうちょっと前から入っていくっていうことが、うん、デスクに座るとか、うん、作業現場に入るとか、うん、その前、うん、前からをちょっと考えて前から欲しいんですよ、はい、例えばもう朝起きてさ、うん、はい、顔洗う、まあ、歯磨く、はいはい、ね、あの準備支度してる時あるじゃないですか、はい、なんかコーヒーを入れながらいい香りをと、うん、あるかもしれない、分かんない、ね、リラックスしてね、やっていくと一日、ね、頑張ろうみたいな、ね、時ですけれども、はい、まあ、そういったその身支度してる時、朝の準備していく、うん、会社、まあ、通勤する前、通勤中でも構いませんけれども、やっぱりそのそういう状態の時にこう皆さん何考えてるかっていうと、やっぱりお仕事なさってる方々とかもね、やっぱりこう今日は一日どんなことするんだっけとか、ね、こうどんな服装で行こうかなもそうですだけれども、やっぱりこうまず自分の今日一日の置かれてる状況なんていうのを考えてません、はい、あ、今日天気悪いなとか、確かに、あ、天気全然考えません、ね、確かにすごい考えます、あ、今日天気、あと今日天気いいなとかね、あったらやっぱ心健やかにいけるかもしれない、うん、雨か、まあ、雨も心の持ち方だけど、うんうん、まあ、そういうので今日はちょっと早めに出た方がいいなとか、うん、あ、そうですね、いろいろ考えていることありますよね、うん、はい、やっぱりそ、例えばそういったその状況を考えていることがね、この4個の組織の状況っていうところなんですよ、うんうんうん、だからまずこの自分自身の仕事の状況を把握するっていうことにもうすでにつながってるんですよ、確かに、もうみんなやってる、うん、やってますね、そう、うん、でなんか、ね、皆さん世の中かっこいい、ね、先輩方がこう段取りが9割8割とかってもう段取ってるんですよ、うん、みんな確かに自然と、確かに今日何すんだっけっていろいろ考えてる、うんうん、ベッドの中で考えてる人もいるかもしれない、うん、そこが4個組織の状況、はあ、確かに考えてましたね、朝起きた瞬間に朝起きた瞬間から考えて、もう人間ってよくできてる、素晴らしい生き物なんですよ、うんうん、そうやって自分たちの状況を置かれてる状況で、あ、どんなことしなきゃいけないな、あんなことしなきゃいけないなとかっていうのを考えて、うんうん、で、まあ、それを考えながら今度5個、はい、ね、こうリーダーシップっていうところに置かれていくと、うん、あ、私とか一緒に仕事する人とかがいらっしゃれば、あ、ね、今日の役割、私たちの役割ってどんな役割だったんだっけ、うん、とかね、それぞれ役割分担してるわけでしょ、やってますね、ね、そんなのだってこう仕事に行く前だって、ね、いろいろ考えてるじゃん、うん、で実際行った先でもね、例えば、まあ、朝礼があるとかミーティングがあるとかっていう時には、うん、今日これやろうね、あれやろうねとかって方向性確認するじゃん、うんうん、確かに、それがリーダーシップなんですよ、みんな誰、何すんの、うん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 、今日私これやるね、あんたこれやるね、お願いねみたいな、スタートする前に大変そういう話しますね、してんじゃないですか、うん、してます、そういうのが、うん、やっぱりこうリーダーシップっていうところ、うんうん、で6個のこの計画っていうところでいくと、はい、じゃあ、ね、そういう確認をね、今日これやるね、あれやろうねって、うん、役割決めたよね、方向性これでいこうねって言ったら6個計画で、はい、たださ今日やっぱさ天気悪いからちょっと早めに終わらそうかとか、ね、台風来てたらちょっとあの早く帰んなきゃいけないで、ちょっとここほっといてたらね大変なことになるからちょっと早めに終わらそうかという時もあるかもしれないし、いやちょっと今日ここでこの仕事一生懸命終わらしておかないと明日響くよね、うん、だからちょっともしかしたら残業になっちゃうかもしれないけど頑張ろうねとかさ、うんうん、決めてるでしょ、あ、ここで4個のさっきの話が繋がってますね、そう、繋がってくる、そう、しっかりそこで6個で計画するわけですよ、はい、1日のゴールどこまでやるのっていうことを決めるんですよ、みんなで、うんうん、ね、それも日によって変わる、状況によって変わるっていうところを踏まえて、ね、1日のそのゴールっていうのを決めていくのが、ね、計画なんです、だからこれは4個の組織の状況から5個のリーダーシップ、6個の計画っていうところでプラン、大きく持ってプラン出ました、 P プラン出ましたっていうところになるわけですよ、うんうん、だから計画なんてガッチガチにしろなんてこと一言も書いてないんだけど、なんか世の中だとね、なんかプランっていうとなんかすっごい難しいもの作んなきゃいけないみたいな、なんか肩に力入れる感じします、ね、そうそうそう、そんなこと一切ないんです、もう皆さんやってらっしゃることを、あ、ね、あのもう一回こう改めて書いてるだけっていうところなんで入りやすいでしょ、やってます、やってます、でそれでじゃあね頑張ろうねって決めて、じゃあ仕事に入るよって、ここからテーブルについたりみんな現場行ったりとか作業についたりするわけでしょ、はい、でもそういう時にもいきなりバッて始めるんじゃなくて、やっぱり今度は、ね、Do のところに入ってくるけれども、はい、7個の支援、仕事ね、実行に入る時にはやっぱり7個の支援っていうところが大事になってきて、やっぱり仕事に入る時にやっぱ準備しておきたいもの、置かなければならないものっていうのがいっぱいあるわけですよ、はい、
だそういったものをしっかり準備する、ね、作業道具だってそうだし、ね、場所もそうだし、場所もそうだ、ね、あるいは会社にあるいろんな知識、ね、保管してる知識とか、うん、材料とかいろんなものありますよね、うん、もちろん人も一緒ですよ、うん、いろんなものがあるので、やっぱそういったことがちゃんと足りてるのかどうかっていうのをやっぱり準備しておかなきゃいけないので、うん、ね、そういったこともきちんと考えて仕事に入る、うん、大丈夫ですか今すぐ仕事入って、うん、やっぱり考えて準備しておかなきゃいけないものなんじゃないのっていうところをもう一回確認とっておいてほしい。確かにいろんなもの準備するものとしてちゃんと準備するのは確かここですね。そうそうそう、しておいてください、うんうん、で準備できたらじゃあはい仕事入りましょう、はい、じゃあ仕事入る時にもやっぱりやり方必要じゃないですか、うん、そのやり方をちゃんと定義していくのが8個の妙なんですよ。はい、そうで仕事の流れ、ね、自分が誰、ね、一緒にどんな人たちと一緒に仕事をしていくのかって仕事の流れをやっぱり分かってないと、ね、みんなバラバラになったら困るんで、やっぱりこういう、ね、トラブルが起きた時はこうやろうねとか、あるいはここでちゃんとチェックしようねとか、ね、この流れに沿ってちゃんと仕事しようねっていうところがやっぱ分かってれば仕事しやすい。そうす、イレギュラーなことももちろんありますよ、うんうん、あるけれどもやっぱり流れが大体分かってる人と、新入社員じゃないけど初めてやる人とか慣れてない人がやると不安じゃないですか、うん、その不安を解消するためにもその仕事の流れっていうところがあると楽ですよね。確かにっていうところ、うんうん、で仕事するわけです。それはい、言いますね。そしたら仕事終わりますね。終わりましたね、一日終わりました、ね、今日終わりましたって言ったら何するかって言ったら、今度9個のパフォーマンス評価、実績評価、何回も僕らねこう動画でいろいろ言ってるパフォーマンス評価ってすごく大事なところで、うん、まあいいこともあったかもしれない、うん、いいことあったら、あ、ね、これまた継続して明日頑張ろうってみんな思えるんですけど、うん、それはもちろんやりましょう、うん、だけどやっぱりこのパフォーマンス評価っていうところでいくとね、やっぱりうまくいかなかったこととかもあるかもしれないんで、やっぱりその自分をちゃんと振り返る、客観的に、うん、良かった点、ね、できなかった点とかさ、ね、合格不合格とかいろんな基準あるかもしれないけれども、ね、やっぱり何を根拠に自分のこの仕事がうまくいったのか、うん、何を根拠にこの仕事がうまくいかなかったのかなということを振り返ると、あ、そっか、これが足りなかったなっていうことに気づいてくる、うん、でそこで振り返って初めて、ね、例えば食事中に考えてる人っていいよ、ね、ご飯食べながら、うん、お夜食食べながらとかね、うん、あ、今日この仕事がうまくいかなかったな、あ、いや、これはうまくいったなとかってみんな考えてるわけ、うん、ね、でそこの考えてる中で、ね、こうピコン、ね、10個改善なんていうところが出てきて、はい、うん、改善っていうのは明日につながる活動なんですよ、うんうんうん、ね、ただでは転ばないのがこのマネジメントシステムの良さで、そうなんですね、やっぱりう、ま、ね、さっき言ってうまくいったことは明日につなげやすいんだけど、やっぱうまくいかなかったこととかも、うん、あ、そっか、これが足りなかったから明日もうちょっとここ、ね、やり直してとか修正して臨んでみようっていうところで、うまくいかなくていいんですよ、うん、いかなくてもそこで改善策を考えて、ね、まあ、お風呂に入るなり、はい、お布団に入るなりして、うん、ね、あ、きっと明日はいいことにつながるって思っていただければ、うん、次の日ピヨピヨピヨってね、すがすがしい朝が迎えられた時に、また4個の組織の状況を考えるわけです、うんうん、もしかしたら土砂降りかもしれない天気的には土砂降りかもしれない、ね、天気的には土砂降りかもしれないけど、で気持ちは、ね、すっきりした瞬間で、あ、また、ね、今日はこういう状況だから昨日考えた改善案を生かしながら、うんうん、よし、今日はこれでやってみようとかっていうふうに、また456789010456789010つながる、しっかり回ってますね。これがPDCA、 はい、これが PDCA です。やってるんですよ。やってますね。やってることを一人だったらできるけど、うん、それが流れになってるでしょ。でこれをチームとかみんな関わる人たちとも一緒に共有していって、もっと分かるようにしていこうねっていうのがこのマネジメントシステムなんで、うん、そう、ただそれだけ。確かに超簡単。そうですね、もうこうやって話してもらうと、もう特に最後の改善のところに関しても前回も話しましたけれども、はい、もうすぐに改善の、もう埋めちゃダメよ、埋めない、埋めない、埋めたくなるかもしれないけど、ね、けどもでもその日のうちのことだったらば、確かにそんな大ごとにも、ね、ね、なってない可能性の方が高いですから、悔しいって思う時もあるかもしれないじゃないですけども、うん、それでもやっぱり次にどうしようかなって繋げていくことができるかなと、でこれがマネジメントシステムの良さなんですよ、うん、確かに。ということ、いかがでしょうか。いや、これですね、はい、本当にまさに今言ってもらった、
悔しいと思った時に次につなげるためのものとしてもぜひ考えて、もうでも使えるし、より良かった結果をさらに伸ばしていくためにも使える道具なので、やっぱりこの 日頃のね活動に置き換えて私たちはあのお手伝いをさせていただいているので、ぜひねこの12月ね、あの師走ですけれども、まあ振り返りながらどうだったかななんて見ていただいてね、また気持ちよく新年を迎えていっていただけると、また新たな改善が生まれてきて、心をね清らかにすがすがしく仕事ができるなと思いますけど、いい新年を迎えられるんじゃないでしょうか。ちょっと綺麗でしょ。綺麗でしたね。今日も綺麗に着地しました。ありがとうございました。いや今日も、まあ、PDCA サイクルについてですね、深掘りをさせていただきました。まあ先ほど山下からもありましたけれどもですね、まあこの PDCA サイクルっていうのは一日の流れでございます、でも、あの変換できますのでですね、今一度自分が何やってたのかなっていうことをもう一度考えてもらうきっかけとしても、この動画を見ていただいていければいいですし、まあこれをどんどんいろんな人にね広めていただいて、もう研修の材料としてもぜひこれを見ていただいてですね、まあ自分の振り返りをしてみなさいよっていうことを、まあ管理職の方はこれをご覧いただいて皆さんにも広めていただければ、組織のいい改善にもつながるんじゃないかと思っておりますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、ありがとうございます。私たちはですね、このようにですね、皆様からの質問もどんどん受け付けておりますので、仕事であったり、もう日常生活、いろんなものをがっちりして、がっちりとお伝えをさせていただきますのでですね、対処法なども知りたいという方はですね、こちらのコメント欄であったり、まあ、当社のホームページに問い合わせフォームもございますので、お気軽にお送りいただければと思います。お待ちしております。お待ちしております。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またどんどん配信してまいりますので、よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。それではまた。